ネバダ州ラスベガスで開催されている世界最大のテクノロジーイベント CES。 今私はその会場の一つ、ラスベガスコンベンションセンターの C ホール前に来ています。この C ホールでは今年は乗り物系のブースがたくさん出展されています。ハイテクな車とか電動の自動車、自転車、バイク、あるいはそのカテゴリーに含まれないような変わった乗り物ですね、そういったものがたくさん見られるはずなので、早速中に行きましょう。ここ数日自分の動画見返してちょっとテンション低めだったんで、今日はテンション高めでいきます。最初だけかもしれないけど、ちょっとですね、今テスラのトンネル、あのループに乗れるって話を聞いたので、それ最優先でいきましょう。すでにいるよ、乗れるんだ。しかもめちゃめちゃ空いてるじゃん。ちょっと、私もね、いい大人ですからね、仕事ですし、あんまこの浮かれた感じのあれとかいけないですね。ちょっと落ち着きましょう。落ち着け、まさひら、落ち着け、まさひら、行くぞ。あのテスラとか、スペース X の創業者として有名なイーロン・マスクですね、彼が創業したもう一つの別の会社、地下のねトンネルを掘るボーリングカンパニーというのがあるんですが、そこがラスベガスに掘った、作ったトンネルがこのベガスループというものでございます。でそこをですね、テスラ社で走れる、トンネルを、ね、走れるというものがありますので、早速今から体験していきます。こちらの奥に見えるのがそのトンネルです。そしてそのトンネルの中を走るためにですね、ここにあるテスラに乗車して今から中に進んでいきます。今ボーリングカンパニーが作ったラスベガスループの往復のですね乗車を終えました。本当にすごい短い時間だったんですが、未来が体験できたという感じですね。一般的なあの日本とかにあるトンネルと比べると狭いです。ですがその分旧来の工法ではですね、トンネルを作るのは難しかったような場所にもトンネルを作れると。車のセンサーは左右の壁との距離を検知して、壁に近寄りすぎるとライトで警告を発するという仕組みになっています。運転をしている方はドライバーさんに聞いたんですけれども、もうね操作するのはとても簡単だよと言っていました。現在はコンベンションセンターの地下だけでテスト的に運用されていますが、将来的にはラスベガスの市街地にも拡張されていくようです。また行政からの許可なども必要ですが、それが取得できればですね、アメリカの他の場所にもこのネットワークが広がっていくかもしれません。そしてもちろん将来的にはトンネルの中で自動走行ができるようになるように開発が進められているとのことです。実際に体験してみると本当にすごいです。これは未来じゃなくて今起こっていることなんですよ。いやーすごいな。これが普及したらどうなるか本当に楽しみでなりません。ここが CES の主な会場の一つ、ラスベガスコンベンションセンターですが、新しくできたねこのウエストホール、巨大です。これ全部展示場です。でもこれでもまだまだ全体のねうちの一角でしかありません。BMW のブースです。ここは本当にすごい、色が変わる、リアルタイムで変わる車、早速見に行きましょう。あのご覧の通りですが、車の色が変わってますね、リアルタイムで。なんだこれは、なんだこれは、ホイールも色が変わってます。 CG ではないですよ、実際に車の色がリアルタイムで変わっています。ここで使われているのは e インクの技術だそうです。なのでまあ言ってみればですね、あの電子書籍、あの e リーダーなんかと同じようなね、あの素材というか技術がベースになっているそうです。で市販されるモデルではないので、あのこの車がねいくらで買えるとかそういうことは分かりません。あのもちろん一般販売の予定も今のところはないと。開発にはですね、もちろんデザインの期間は長くあったんですが、この外装を作るだけであれば6ヶ月ぐらいでできたそうです。担当者の方に聞いたらですね、あの思った以上に受けが良くてびっくりしてるみたいな話をしてました。
BMW バズらせるのうまいですね。これも多分ツイッターとかでもすごいことになってると思います。実用性はあるのかという話なんですが、ないと。販売するものでもないんですが、ただね、こういう何に使えるか分かんないけどテクノロジーを使ってこう度肝を抜くというかね、びっくりさせるようなものが出てくるっていうのがね、 CS の面白いところだと思います。かっこいい。ソニーが昨晩ソニーモビリティインクというEV の会社を新しく設立するとアナウンスしたんですが、その時に登場した、電動の自動車ですねがこちらです。2020年に発表されたものの、次のモデルというか後継ではないんですけどね、ブラッシュアップ版です。こちらはプロトタイプなので、発売時期や値段、あとはですね、走行距離なども、全て現在では、未定と非公開というふうになっています。ソニーね、カメラのセンサー事業も非常に好調ですが、そのセンサーのソニーを裏付けるようにですね、この車にも40のセンサーが搭載されていると。で、ね、もちろんローライトという暗所ですね、暗い場所での映りも非常にいいセンサーをですね、この車に搭載しているということです。スペックはこちらですので、じっくりご覧いただきたい方は一時停止をしてください。内装に関してはエンターテインメントへのこだわりがあるということですね。あとはSDGs の流れということで、サスティナビリティに配慮した素材を使用しているという説明でした。ちなみにこちらはですね、2020年に発表された舞台に出てきた車ですね、01のモデルの方です。 CES 2022年ラスベガスの現地レポート、今回の動画では乗り物ビークルに注目していろいろなところを見てきました。テスラとボーリングカンパニーの地下トンネル、 BMW の色がねリアルタイムで変わる車、そしてですねサプライズで発表があったソニーの新会社、そして車、今年の CES は乗り物関係盛り上がってます。というわけで一旦今回の動画はここで区切りたいと思います。まだセスの現地レポート動画をどんどん公開していく予定ですので、チャンネル登録とベルアイコンをタップしての通知の方をお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。